こんにちは。こんにちは。はい。じゃあよかったらお名前どうぞ。はい。よろしくお願いいたします。はい。長谷川秀樹と申します。はい。寝技ワールド品川の代表をしております。はい。お願いします。はい。どうもご無沙汰しております。はい。高でございます。はい。よろしくお願いします。はい。すっかり恒例になりました。こちらあの寝技ワールドの練習場で収録でございますけど、はい。はい、今回はどういった。はい、今回あの11月の12日の土曜日に、はい、新宿フェイスでファイティングネクサスという今日の総合格闘技の興行にこちらのタカさんが出場されるのでそのために取材に来ていただきました、はい、よろしくお願いします、はい、試合告知みたいな感じですね、はいはいはい、これあの頑張ってケーブルテレビに放送間に合うように、はい、放送しますのでお願いします。ぜひよかったら見に来てくださいという感じですね、はいはいはい、まずじゃあその大会、はい、どういう大会なんですか。はい、あのファイティングネクサスと言いまして、はい、総合格闘技のプロ興行なんですが、はい、どちらかというとあの若い選手ですとか、うん、経験の浅いプロ選手が経験を積むために出場する大会で、うん、全体的に若い選手が多いです、結構ガチな大会なんですよね、はい、割ともうレベルも高くて、はい、もう皆さんこう勝ちたいので、かなり試合は激しいです、はいはい、という感じで大丈夫なんでしょうか。勝ちたい今年まで1回も勝ってないですからね。どういったルールなんですか、試合をするで試合は、はい、3分2ラウンド、はい、3分2ラウンド、はい、でいつも出てるやつはあのパウンドって言って、うん、例えばタックルで倒して、うん、その後殴ってよかったんですけど、はい、今度はその倒すともう寝技だけで、うん、締め関節だけ、はい、でスタンドに戻ったら、キックパンチ、ああなるほどね、はい、っていうのが OK な試合、はい、なんか対戦相手が若いらしいんですか。さっぱりわかんないですけど、わ先生若いんですか。なんとなく30代ぐらいですか、ね、小耳に挟んだんですけど、はっきりデータがないんですよ、ね、うん、あ、はいはいはい、はい、あのまあ、この間1試合その告知番組撮りましたけど、はい、その時はいわゆる顔見知りで、はい、同年代のいわゆる年齢制限があった試合、はい、35歳以上の試合なんですけど、はい、今回は特にないんです、ね、高校生でも出ていいんじゃないですか、ね、はい、あ、なるほどね、だからもうそれこそあのブイブイ言わせてこれからのし上がっていくやつが対戦相手の可能性もある、はいはい、大丈夫ですか。初めて出るらしいんですよね。すごい大物だったら、もしくはこれから大物になるようなやつだったら。大物食うのは大好きですか、ね。大丈夫ですか。まあ、とりあえずその新宿フェイスっていうとこは、はい、それはどういう場所なんですか。歌舞伎町の中にありまして、はい、ちょうどあの東宝さん の, あのゴジラの、あ、はいはいはい、後ろあたりにある格闘技やプロレスの会場でして、あ、そうなんですか、はい、ただ本当あのライブハウスがあるみたいでして、はいはい、すごい綺麗でおしゃれな会場です。新宿駅から徒歩5分程度ですね。じゃあどんな感じになるんですかね。その、はい、真ん中にリングを組み立てまして、はい、で周りを椅子並べて、あと固定の客席があるという感じで、なるほど、500人ぐらい入ります。あ、そんなでかいんですか、はい、あら、すごいじゃないですか。カウンター席って素晴らしい席があるんですよ、机がついてるんですよ、はいはい、飲み物置いたり、うんうん、スマホ置いたり、はいはい、こうやって見れるんですよ。ああ、なるほどね。へえ。で、それは何試合ぐらいあるんですか、全部で、この人は、はい、全部で当日15から20ぐらいだと思います。まだ全部は正式に決まっておりませんが、はい、何時から何時ぐらいまでやってるんですか。試合開始が5時開始で、その後あのどんどん試合をやっていって休憩挟んだり、うん、他のアトラクションを入れて10時ぐらいに終了だと思います、うん、あ、なるほどね、はい、タカさんの出番はどれぐらいになりそうなのか。前目、後ろ目、真ん中辺、前半だと思います。あの前半、前半後半区切ってまして、はいはい、後半があのプロ選手、はいはい、セミプロ選手の試合でして、うん、前半があのアマチュア選手の試合なんですね。なるほど。で、タカさんの方はそのアマチュア部門で出場しますので、はい、前半で出場します。なるほど、はい、分かりました。じゃあぜひその試合の内容とかを見たい人は、はい、当日新宿フェイスに、はい、よろしくお願いします、はい、場所とこはあの詳しくはテロップ入れておきますので、はい、はい、ありがとうございます。それからゲームセンターになってます、はい、あ、なるほどね、はい、はい、じゃあちょっとここでそのタカさんはどういう格闘家かみたいなんで、まああの肉体美がすごいってこの間はいろいろありましたけど、あの年齢は今おいくつでしたっけ。もうすぐ51歳です。51歳でもちゃんと締まったボディをしている。見せるものは作っておかないと。あ、今はそれはどんな感じなんですか。今仕上がってますか。もうちょっと緩いですけど、うん、まあまあな、まあまあまあ、はい、これ日々体脂肪率が上がってるんですか。体脂肪はあんま気にしてない。気にしないですけど、はい、大体どれぐらいになるんですか。大体ですよ。減量しちゃうと、うん、ひどい時4ぐらいまでいきました。あ、本当に、はい、すごいですね。壊れてるのかと思います。お、
でも今 61.2 にしないといけないんで、うん、当日体重ね、1.2kg、はい、今身長いくつですか？71ですか、ね、71、はい、じゃあよろしくお願いします。結構やっぱり絞ってますよね、はい、で、まあこれこうブラジリアン柔術の教室なんで、はい、まあ、その寝技の方が得意、あ、本当は殴っちゃったり蹴っちゃったりしたもん、ね、得意技はあ、どっちのですか、寝技ですか、自分の得意技と言われればどっちが得意？得意技は本当はフックとローキックなんですけど、うん、ね、寝せたらあれですね、膝十字ですかね、うん、膝十字、腕十字、はいはい、首締めたりやっ、はい、なるほど。前は痛めつけるより締めた方が、決めた方がいいみたいな話してましたね。ギブアップですね、うん、はい、今度は若い人相手なんで、あ、まあ、倒して動かなくしてから締めた方がいいですね。そうですね、はい、本当はね。そうか、分かりました。じゃあちょっとぜひぜひ買ってもらわないといけないけど、これあれですよね、また当日はビデオを、はい、はい、私はセコンドつくのですが、はい、また別にビデオを撮るものが一緒に動画しますので、はい、回して、はい、以前も告知と結果報告番組と2番組撮りましたけど、はい、また同じような感じで報告番組を撮る予定で、はい、ありがとうございます、はい、わかりました。じゃあぜひ頑張ってください、はい、ありがとうございます、はい、じゃあちょっとですね、タカさんいろいろ得意技があると思いますんで、ちょっとここで上川にちょっと決めてもらうという感じで、はい、軽くこんな感じですよ、はい、得意技を僕に決めてください、はい、じゃあよろしくお願いします。カナダに行ってしまった石川祐希師匠に習った、はい、関節技、はい、関節技、締め技、了解、よろしくお願いします、はい、じゃあよろしくお願いします。まず何やりますか？フェイスここに急所なんですよ、はい、ここに手を置いて、ここを肘で打ってやると、うん、肘が上がるんで、うん、ここに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 、すごいですね。今ね、フェイスロック。もう一回やってもらって、ね、左手は左手で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 、左手は
首を抱えたまま、首の骨を下ろすとこうやって、はい、攻撃は胸で全部禁止ですね。あくまでも蹴るのに締めを狙って、背中に膝を入れる、足の頭の中に入れて、右腕が肩の上、左の脇に入って、左手で手首をつなげます。これで胸と背中を密着します。胸つけ胸と背中が開いて、人間って胸で背中を押して、手を嫌がると上に伸ばしてくるらしいです。それで、まず上に伸ばします。左手開いて、ちなみに、はい、こうブラジリアン柔術とかこういうのが上手い人っていっぱい世の中にいると思うんですけど、はいはいはい、世間的な著名な人で、はい、やっぱこういうのが上手い人って例えば誰が上手いですか。関節技ですとか、まあ、指名技、決め技なんかいろいろな人がいると思う。夢なら藤原組長、ね、まあそうですね、はいはいはい、僕が習ってた人は藤原組長に、うん、あ、僕が習ってた石川祐希さんは、うん、あのカルゴッチっていう、本当はゴッチさんの弟子になりたくて、はいはい、高校卒業して大学へ行って、うん、英語なんか喋れなかったのに、うん、4年間でペラペラに喋れるようにして、で写真をゴッチさんの写真を1枚だけ持って、うん、フロリダに行ったそうなんですよ、はいはいはい、でこのじいさん知らねえか、うん、知らねえか、だからガソリンスタンドの人が、うん、じいさんあそこに住んでるよって、あ、なるほどなるほど、で弟子にしてもらいにお願いに行ったら、うん、あ、もう俺弟子取ってないから、うん、マレンコのとこ行け、マレンコ道場に入って、はいはい、そこで練習してたらしい、でマレンコ道場で練習してて、で日本にもう帰れって言われて、うん、で藤原組長はあのゴッチさんの弟子だから、うん、このボーイを預かれ、うん、で藤原組に入ったんですけど、うん、あのパングラスって、はいはい、別れて出てっちゃった、でどっちにつくかっつって組長の方に残ってついたんですよ、はいはい、だけど今度は組長がお前らでやれ俺は抜けるからっ て、 って、うん、でバトラーっつっての、あ、はいはい、でそこで社長でやってたんですけ ど、ね、はいはいはい、でバトラーっつも解散しちゃったんですよね、うん、解散しちゃって、で一人で興行とかやってたんですけど、うん、でその時に石川塾っていうのやってたんですよ、はい、関節技と打撃と教えてくれる、うん、はいはいはい、で、ある時知り合いになったんですよね、うん、飲み屋の席なんですけど、うん、で初対面で君は加藤隆に似てるから、うん、今日から君は隆さんだって、はいはいはい、で言ってもらって、で俺こういうのやってるから練習に来ればって言われて、うん、その時47ぐらいなんですよ、何にもやってなかったんですよ、はいはい、でどんだけできるのかなと思って、うん、で行ったら、まあ、まあ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 できたんでで行ってたんですよね。なるほどなるほど。ちなみにそういう例えば、はい、師匠みたいな上の人とか、で僕今でも師匠って呼んでるんですよ、たまに年に2回ぐらい日本に帰ってきて試合、はいはい、試合したりみんなで集まってご飯食べたりするんですよ、うん、そういう人だと例えば、まあ、こういう感じのスパーリングじゃないけど、やると、はい、やっぱ全然かなわないですか。最初はもう何秒おきかに決められたんですけど、最後の方はあの逃げるのも上手くなって、はいはい、だん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 やられる数が減って、あ、でもやっぱり上手い、強いのは強いですか。強いですね。一回目つぶっても決められまくりました。あ、本当に目つぶってこうやって触ってんですよ。あ、本当に、すごいですね。やっぱりそう、師匠レベルとかいうか、まあ、有名なところはやっぱりむちゃくちゃ強いですよね。特に藤原さんとこうスパーリングみたいなことをやったことはないですか。1回だけ練習に行ったんですけど、もう上に乗られたら動けなかったです。あ、本当ですか。点で、あの関節技は力じゃないんだって、うん、テコで決める、はいはいはい、硬いとこ、こういうここの骨とかこういう骨で決めるから、はいはい、力いっぱいやるだけじゃ、うん、みんなも決まんねえよ。あ、なるほどね。なるほど。まあいろいろやっぱり寝技の攻防が分かれば分かるほど楽しいんでしょうね、やっぱり。多分あの見てるとこが違うんでしょうね、その格闘技の試合とか事情が分かってるから。この手首の持ち方にもいろいろあるんですけど、うん、今あの骨当たってるから痛いだろうなみたいなのが想像できるってことですよね。はい、なるほど、ね。
かりました。はい、どうもありがとうございました。こんにちは。こんにちは。はい、あの前回も出てもらいましたけど、タカさんの後輩、ブラジリアン柔術仲間っていう感じですよね。はい。はい、で今あのタカさんの道着を着てるんですよね。はい、広見綱島です。はい。はい。はい、ファンレターはこの辺までそれはプレゼントしたんですね。はい、はい、それは頑張れよって意味ですか。いや、ちょっと可愛く見えちゃったんですよね、間違えて疲れてたみたいで。可愛いからあげたんですか。ちょっと、いや、可愛くなかったらあげないんじゃないですか嬉しいですどうですか、タカさんはいい先輩ですか。優しいんですか。エロくはないですか。エロいですね。エロいですね。7、3ぐらいですか。7、3ぐらいで。はい。あのこの間もちょっとお話聞きましたけど、あれからなんかでかい怪我したんですか。そうなんです、はい、心配しちゃったんですけど、骨が出たらしいんですよ。人体を切って。何ですか、充実で。充実で。ここで。ここでみたいな。何ですか、組み合っての。そうです、スパをやる。スパやってる時に。足が太くて隙間に挟まって抜けなくなったらしいんですよ。そのままぐちって指が。ぐねったみたいな感じですか。そうですね、あっちっちゃったんですよ。こう曲がって、ここから骨がこう出た。ちょっとあの。違う。こう曲がった。こう曲がって。骨がこっちから出た。足の親指と人差し指が離れたってことですか。こっちに行っちゃった。骨が出たらしい。骨がピュッて出て、で、危ないんです。戻しました。開放骨折ってやつですか。そうですね。はいはい、脱臼でしたね。脱臼。あ、脱臼。はい。骨折ではなく。それで全治何ヶ月とか。でも今やってましたよね、普通に2ヶ月なんですけど、1ヶ月ぐらい休んでましたね。3週間は待って休みましたね。またやりたくてしょうがなかった。今はもうだほぼ治ってるとかですか。はい、そうですね、痛いですけど、まだ。なかなか熱い充実家ですね週に8回練習してますからなるほどね。だから1日2回入ってる。なるほど。ちなみに応援は行くんですか、今度の試合は。応援行きます。あ、本当ですか。旗持って行きます。旗持って。本当か。どうですかね、賞賛は。あ、もう確実ですね。あ、本当ですか。 50% ぐらいは。分かりました。負けません。はい。じゃあぜひぜひ、そこで応援頑張って、はい、よろしくお願いします。タカさん、よろしくお願いします。はい、分かりました、ありがとうございます。どうかな。じゃあそんな感じですけど、はい、寝技ワールド、ちょっと告知もあるということで、はい、よろしくお願いします。はい、何があるんでしょうか。はい、まずこの道着なんですけど、はい、私が着てる道着が VHTS と言いまして、はい、ニューヨークの格闘技アパレルメーカーです。はい、で今年の夏からちょっと私、あのこちらの VHTS さんからこの道着の充実着の方を提供していただいてて、はい、毎回着てます。はい、で普通の柔道着、充実着に比べて非常に軽くて持ち運びが便利です。なるほど。会社行く時もカバンに小さく折りたたんで非常に便利ですね。はい、であとデザインもこう非常にシンプルなんですけど、なんかここがかっこいいと思いますので、はい、ぜひ皆さんあのネットの方で通販で買えますので、よろしくお願いします。はい、じゃあテロップ入れておきます。はい、はい、します。はい、はい、でもう一つ、はい、こちらのタカさんが着ているバッドボーイの T シャツです。はい、あのカリフォルニアの格闘技アパレルのバッドボーイと、あと寝技ワールド品川のコラボレーション T シャツでして、はい、こちらの方もあの寝技ワールド品川のブログの方から通信販売で販売しておりますので、はい、ちょっと背中の方いいですかね。はい、はい、このロゴとバッドボーイ、はい、はい、1枚3200円です。はい、よろしくお願いいたします。はい、そんなわけで、はい、こういうのがあっていろいろ売ってるということで、はい、はい、頑張ってください。はい、あとは引き続き寝技ワールド、はい、はい、頑張ってください。はい、はい、ここでは毎週火曜日、ね、はい、毎週火曜日と金曜日に練習してまして、はい、土日はあの品川区立の総合体育館の畳にありまして、はい、そこがまたあの品川区立戸越体育館、戸越公園にある体育館、どちらかで練習しております。はい、練習日程はホームページの方に掲載されてますので、はい、よろしくお願いします。はい、分かりました。じゃあ引き続き日本ワールド頑張ってもらって、はい、あとは試合、はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ良い結果をお待ちしております。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。